ショーへようこそ。レコメンダーのドッツマンです。はい、やっと4月も春めてまいりました。今年はどうも不安定な気候が続いていますが、皆さんね、体壊してないといいなと思いますが、やっと本当に暖かくなって、ウキウキとしてきたところなので、今日はちょっとね、ビートがしっかりとあってちょっと面白い音楽を聴ければなと思いまして、こちらをレコメンドしようかなと思っております。今日紹介する方、ドリアンコンセプトというオーストリアの方ですね。また、オーストリアも北欧って言っていいのかな。はい、すごいね、不思議な音楽を作る方です。テクノなのかな、どういうジャンルなのかちょっと僕も分かりかねるんですが、この方が YouTube の方にですね、マイクロコルグというちょっと小さめのシンセサイザーがあるんですが、それを自分で演奏してる動画をアップしてまして、これがね本当にすごいので、ちょっとこれ見てみましょうか。はい、何でしょうかこれは。もう本当に自由ですよね。羨ましいとしか言えないな。今日聴いていただく音楽もちょっと今のドリアンコンセプトの演奏にもう本当に片鱗が見えるというか、メロディーというかね、このシンセサイザーの音の持ってき方とビートの絡みがすごく面白くて、ぐいぐいとどこまでも聴いてしまう音楽ですね。はい、ちょっとこう最近まったりめの音楽を紹介するのが多かったので、今日はちょっとねブリブリというかっこいい感じの音楽を聴いてもらおうかなと思っております。それでは聴いていただきましょうか。ドリアンコンセプトでトロピカル、もう一回すいません、ドリアンコンセプトでトロピカルハンズをどうぞ。ドッツマンズ賞はまた次回ですね。お楽しみに。ドッツマンでした。バイバイ。